もう想定外という言葉を言い訳にすることは許されません今般の大震災が残した教訓を未来に生かしていくことも私たちが果たさなければならない歴史的な使命の一つです歴史的な使命それを果たす取り組みの一つとして9月6日野田総理は防災に関する重要事項を審議する 中央防災会議を開催しました本日は東日本大震災の教訓反省を踏まえ防災基本計画の見直しについて活発にご議論をいただきたいと思います防災基本計画は我が国の防災の根幹をなすもの今回の修正は新旧対照表が七百七十ページを超えるほどの大掛かりなもので大規模広域災害や 原子力災害への対応の強化について大幅に変更されました例えば被災者への対応これまで支援物資などは被災市町村からの要請を受けて供給を行うルールでしたこれからは緊急を要する場合その要請を待たず被災地に物資を直ちに届ける仕組みを導入 原子力災害では放射性物質の拡散を予測するスピーディーの結果を速やかに公開するなどを新たに明記しましたそして災害教訓の伝承まずは高台に逃げるといった地域に伝わる伝承の重要性も再確認されました科学技術を防災面でも最大限に活用しながら 古くからの知恵が教える継承も忘れず災害のリスクに賢くしなやかに対処していくこのため過去に起こった大災害に関する分析結果や映像などの資料をアーカイブとして収集・整理そして公開に努め確実に後世に伝えられるよう取り組みますさらに南海トラフの巨大地震が発生した場合には これまでの想定を大きく上回る甚大な被害が発生し得ることが改めて明らかになったところであります先月末に発表された被害想定の第一次報告被害は最大の場合死者・行方不明者がおよそ32万3 0人建物被害は200万棟以上で東日本大震災をはるかに超えると指摘されていますこの被害想定を 防災基本計画でいかにゼロに近づけるか想定を超える災害に備えるため速やかに具体的な対策を強化していくことが重要であります今回の会合では防災基本計画の修正だけでなく新たな地震調査研究の推進や首都圏における大規模水害対策大綱についても議論・決定しました。 この新たな防災基本計画に基づいて今後は各地方自治体がそれぞれの防災計画の作成にあたります。